はい、ルンです。今回ね、ペイペイフリマの方で購入したこの iPhone XS Max 用のグリッターケースを開封&商品紹介ね、やっていきたいと思います。久しぶりにペイペイフリマの方で購入しました。今回も京子とまゆの参加でグリッターケース iPhone XS Max 専用、iPhone XS Max 専用です。プラスチック製、自宅保管品です。自宅保管です。未使用品ですが、保管期間が少しあったため小傷やプラスチック部分の曇りがあります。画像の商品をお送りしますので、画像のご確認をよろしくお願いしますということでね。これなんか水が入ってるみたいで、なんか面白いですね。いろんなアプリのなんかいろいろあるんで、こうやってこういった感じで早速ちょっと紹介していくので、さっきの撮ったんだけど、これもね、少し、あ、これ今日、これはね、今日届いたんです。さっきのケース、 iPhone XS Max 用のケースだったかな、ケースとかiPhone 8のマジックミラーのシルバーと、メルカリで購入したマジックミラーのシルバーとパープルと、あと iPhone 8のハートの背面保護カバーとか、あと AKB48 の関連のブルーレイボックスとか DVD なんかは、有吉 AKB 教育とかね、ハルコンのブルーレイ4枚組のボックスとか、あとドキュメンタリーオブ AKB48 のブルーレイなんかは結構届いて立ってるんだけど、1ヶ月ぐらい。これは今日届いたばっかりなんで、さっき俺が撮ってる時に9時過ぎぐらいに撮ったんだけど、朝のそんぐらいになんか届いてたみたいで、これちゃんと口付けに入ってますね。助かりました。ほんこういった感じで、早速ちょっと開けようか。これも少し開けたんだけど、さっきちょっと確認のためにちゃんと届いたね。結構早く届いたな、2日ぐらいで届いたな。怖いですね。面白いですね。これね、プラスチックになってます。プラスチックで、TPU 素材がな、結構軽いですね。こうやって面白いですよ。こうやってこれ水が入ってますね。いろんなアプリが入ってますから、アプリのなんかこれは SMS でしょ、 Twitter でしょ、カメラでしょ、これは写真でしょ、 Facebook とか LINE とかはないですね。これメール、メモ、いろいろ時計とかいろいろ。早速ちょっとこれに、これですね、やっていくので、いいっすねこれね。あ、いいね、ちゃんとアップルのあれも見えるんで。クリアは iPhone XS Max 初めてですね。 iPhone XS でもないね、この配合、配合のクリアのやつは。あれ最初俺普通のクリアの背面保護カバー買おうと思ったんだけど、こっちの方がいいっしょ、どちらかって言ったら。いいっすね、これこういう感じで、これがマナーモードのでボリュームで、ここがスピーカーなで合ってますね、ちゃんとね。でライトニングのなんですよ。でここがボリューム、あ、電源っすね。
てここがカメラのアウトカメラ、綺麗ですね。こういった感じで高さ的には若干あのこの本体よりも、本体のこのディスプレイよりも本体よりも少し上に上がってるから、わかりますか？だからこうやって落とした場合でもちゃんと守ってくれるということで、ちょっとあの本体が少し沈んでるんで、本体よりこのカバーの方、面の方がちょっと出てるんで、こうやってやったらわかるか。でちょっと出てるでしょ、ここ。こうやって高いでしょ、本体より。いいっすね。ちょっとやっぱ重くなるけど持ちやすい。ちょっと今電話帳乗ったからね、一旦切ったんですよ。あれカットしないといけないから、一旦切った方がやりやすいんで、動画で編集でやった方がいいんで、こうやって動かした方がいいっすね。とっても持ちやすいしね。ストラップはつける、ストラップの穴はないですか？ストラップつける用の穴はちょっと見当たらないっていうことでないみたいですね。こう水がちゃんとなんか水になってますね。なんかでこう見えます、この泡みたいな水なんていうの、気泡がありますね。ここ気泡、これ水が入ってるんで、水で動かしてるんで、いいね。ちゃんとアップルクリアだからね、アップルのロゴマークもちゃんと見えるからいいね。俺ねもうたくさん持ってるから、最初にこれあのこの iPhone XS Max 買った時にこの出品者さんがつけてくれたやつ、これラストバナナっていうの、 iPhone 8でこの前貼ったアンチグレアのフィルム、あのカメラレンズ、アウトカメラレンズもおまけでついてたやつがあったんだけど、あのジョイントマーカー式のジョイントマーカーでのフィルム貼るやつあったでしょ、あれラストバナナ、あれと同じメーカーなんですよ。これラスタバナナっていうメーカー、これもいいっすよ。取ってもこうやってリングがついてるから、これとでこれあのこれね、押し面のやつこれ本田ひとみが入ってるんだけど、うん、好きな、最近好きな女なんで、エロい顔してとってもタイプなんで、これでしょ。でこれマジックミラーでしょ、マジックミラー、これで3でしょ、でこれで4、シルバーで、これもパープル、マジックミラー、これで5でしょ、でこれ手帳型、ハート型の砂時計、1,2,3,4,5、これで7個なんで7種類持ってますね今。これあと2種類買うんで、マジックミラーあと2種類あるから、 iPhone XS Max あと2種類あるんで、買ってないやつが、ピンクとブルー買ってないから、今6個だから、あ違うな、7か、1,2,3,4,5,6,7、あと2個買うからとりあえず9個になりますね。結構こんだけ買ってどうすんだよみたいな感じに なんだけどね。いいと思うんで、これ日によってから気分を変える、今日はこれを使ってみようということで、これいいっすね。このレースコインもめっちゃ好きなんで、名前はちょっと分からんけどね、めっちゃ可愛いから、高橋よりももちろんとっても好きな女なんで、めっちゃ可愛いから、これいいっすね。こ
こういう感じで。こういうアプリが入ってるっていうのがいいなと思ったり、YouTube も入ってますね。しっかり。LINE 入ってた欲しかったな、LINE とか。いいですね。あのガーシーがね、あの YouTube バンされましたね。あの楽天 の三木谷社長相手に、多分楽天の三木谷社長が圧力ったんじゃないかな。Twitter もね、アカウント凍結されて、で新しく作ってもどんどん連続でバンされて凍結されて、であのトランプ大統領みたいにね。で YouTube もついにあのメインとサブチャンネルバンされたのか分からんけど、今なんか使えないみたいで、なんか専用のサロン立ち上げるとかなんか言ってみたいな。 FC2 の高橋社長と一緒にね。でなんか今使ってない YouTube の使ってないとかバンされてもいいと思ってるアカウント貸してくださいみたいな感じで言ってたんだけど、でそれ使ってなんかいろいろ暴露するとか言ってみたいなんだけど、でもちろんあのコラボもやるとかやってもいいしとか言ってたみたいなんだけど、で収益化されてその収益も全部ガーシーはなんか俺はいらないから全部差し上げますとか言ってたんだけど、やってもいいんだけど俺もだからそれはなんかインスタと TikTok はまだ今普通にアカウントバンなんかされてないみたいだから、なんかインスタのなんか DM に返信してくれたらなんかどうのこうの言ってたんだけど、希望者はね、チャンネル登録増やす伸ばすチャンスではあるんだけど、でもバンされたら意味がないんだよな。例えばあのサブアカ作ってサブアカバンされてもメインチャンネルも同じアカウント同じ人だから、アカウント多分一緒だから、アカウント一緒だからメインサブチャンネルバンされてされたらメインチャンネルもサブあのアカウントあのバンされるんで、ちょっと意味がないみたいな。ズームで対談とかなんか言ってたんだけど、こういう感じで終わりますか。ここでやろうか最後は。はい、これ名前なんだったかな、ちょっと確認してからですね。グリッターケースですね。はい、以上ちゅうことで、めっちゃ面白いでしょ。経営書めっちゃ、面白いでしょ。はい、今回ねあのペイペイフリマの方で購入した iPhone X、 あのこのグリッターケース iPhone X Max 用のね開封&承認紹介やってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。面白いでしょめっちゃ。これはおすすめです。安かったんで1000円以下で買えたから、これクーポン使ってない、使わないでこの値段で買えたからね、送料込みで。はい、また別の今日はちょっと写真集の撮ろうかなと思ったんだけど、ちょっとあれちょっとわからないな、多分撮らないかもしれない、たくさん撮ってるんで次回撮ろうかなと思って。はい、失礼します。